バケツでご飯は久保切子による日本の漫画ビッグコミックスピリッツ21993年から1996年まで連載された単行本は全8巻たくさんの人で賑わう上野原動物園その動物たちは実は地下鉄で通勤しておりお客さんを喜ばせるためのエンターテイナーとして勤務していた 人間社会には秘密裏に形成されている動物たちの世界の中で人間社会と変わらない恋愛や動物関係が繰り広げられる。動物園の動物たちを擬人化して描き、サラリーマンの悲哀、幼児虐待、貧富の差、ジェンダー、同性愛等の幅広いテーマを取り上げている。アニマルマニア第2巻に番外編、バケツでご飯ん,んぴ、フラジーの妄想日記が掲載されている。 ペンギンその他の動物人間1996年1月8日から同年6月24日まで毎週月曜日の19時から19時30分の時間帯において読売テレビ放送の制作により日本テレビ系列でテレビアニメが放送された。全20話。映像ソフト化は1997年にバップから VHS がリリースされたが現在は廃盤となっており、 入手は困難となっている。2021年現在、DVD 版、ブルーレイ版はリリースされていない。2000年7月17日から2001年3月23日まで、おはスタ内にて再放送のような形で放送された。ありがとうございます。